さて、今回もグリムナイツやっていきましょう。さあ、前回は3日目の夜をね、超えました。まあ、前回敗れていたところですが、まだまだね、軍がいるだろうと。で、あげましょう。これ家がね、あと3軒置けるんで、それもやりながら、まず君はドルイド化して、ちょっと地下をここで進めれるんで、地下対策に軍を送ろうじゃないかと。これ掘りながらね、どうやっていく？ここでやるか。こう軍で赤いやつが出てきたらマナ吸われちゃうんで、マナを吸わせないようにしようじゃないかと。で、魔法使いも追加しながら、空きもいいね。ちょっと軍をね、もっともっと増やすしかないと。ちょっとだけ祈ってほしいな。祈りが足りないですね。食料、君は食料か。君はコバルトでしょ、多分。こいつちょっと前送ろう。あ、いるね。まあいいや、前送ろう。で、ちょっと祈ってもらって。で、多分2階はさすがに軍が来ると思うんですよ。それ対処できたらなというし、お前も前だ。さあ、あと1人なんで早く家を置きたいですね。それ3軒なんで、ここと、あと下のあの上じゃない？これ。ここやって、あとここかな。多分下上1個、ここで2個になるんで、完結するんじゃないかなと。さあ、地下もうちょいですね。さあ、新入りはアーマーが多い。よし、消えろ。出ていけ、ここから。はい、次。君は？成長した。ああ、そういえば、まあ、それじゃないですけど、ここ上げれますよね、もう一段上に。やってみたいけど、マナがな、全然ないですね。マナ要員来てほしいな。君ら2人とも、モアダメージこっちやないか。入れ替えよう。どんどん増やしてきたね、新しいやつ。前に行け。で、ポーションあるんで、ポーションも配りたいんですよね。なんかいるかな。 HP50、お前でいいかな。こいつ 80% スピードアップなんで。よし、掘りながらね。もう一人いけんじゃないかな。まあ、適当に行かせよ、後で。ここまた戦ってもない子にあげます。なんかあるね、ドルイ道具。ほう、ハンターズアロー、ブラッドハンター、ヘッドホーミングアロー。知らないな、そいつについて。お、ダメージきたね。金もここかな。お、ダメージきたね。ダメージ多いな。なんか魔法使いかぶりすぎじゃないか。誰かを下に送りたいんで、じゃあもうコバルト行け。新しい資源探しに行こう。ちょっと軍作っとくか。でも座れますからね。マナのやつ来たら。で、君は上行って、最後の一軒立てて。まあ、こうなっちゃうか。これ54かな。最大で。で、二人来ますね。アーマーが降る。よし、お前は消えろ。いや、そっち、はい。お帰り、あちらです。君はなんだっけ？君食料か。戻って戻って。新入り。食料か。作ろうかな、なんなら。160ありそうですけどね。マナがなさすぎますね、あまりにも。一
旦保留かな君は。で魔法使い来たんで上の方に、さあとりあえず下でマナが欲しいかな。まあ一応ここありますけど、で君マナ行くか。少ないんですよね、たかだかあの程度では。お、来た来た来た、待て待て待て、全然攻撃されてるんですか。移動がダメだね、これどうしようもないな。でも中にいるさ、こいつかな、向かわせながら移動はさせないと。こんな感じ、下にいても意味ないんじゃないかな上か、こうなるとだいぶ座れた気がしますね。あーまあいらないんだ、だからそんな守備力 あるかな。ちょっと一応ありそうだけど見てみる。あげれると思うんですよ。マナが足りないのね。よし、ちょっと移動して守りましょう。まあ、殺されはしないんですけどね、マナを守ろう。攻撃、あ、いいねいいね、優秀。種か食料、種かな。じゃあ一旦ね、いらんなそんなに。で多分座れちゃうんでこれあげよう、すぐに連打しとくか。多分絶対マイナス1は出ると思うんで、あいつが来たらね使うしかないよね。あ、こっから弓か。これはどっちなんだろうな。防御力っぽいかな。ちょっと新入り試そう、新入りで。ここを使う必要はないだろうと。あ、来た来た来た、ちょうどいいや。食らってる？ありがとうありがとう。次何百ですか？ 300 でしたっけ ?300 ですね。あ、またいいの来たね。すごいなんか進化したんだけど。ちょっと前出すかな。こいつで試すか。万能型っぽいし。多分上位互換だと思うんですよ。多分こっち近接の上位互換じゃないか。弓だね。種と石かな。で罠ボロボロなんでそこも変えたいなと思うんですが、種がプラスにいいですね。いてもらって、来た、迎撃しろ。くそ、許すな。3くらいかな、持ってかれましたね。マナがたまらない、全然たまらないというか、ためになくしているのか。10から15、7から10、多分これ上位互換だな。変えていこう。魔法使いだけなさそうだよね。あ、また来たよ。ちょ、移動して移動して。ダメージダメージダメージ、マナがなくなるのかな。いや、たまんなたまらなさすぎるんだけど、これはどうしようかな。食らっちゃいましたね。直しますか。とりあえず完全上にいないといけないね。祈ろう一緒に。ちょっとやるとき大変かな。しかやめんどくさそうですねあいつ建物を壊すんだ。罠もなくなるしね。あ、弓できた。君、何、君何しようとしてんの。あ、直す、それ直せる君に。果たして直せるかな君程度に昔直らなかった記憶あるんですけど。ここだけ見ていこうか。
建物ないとこで増やすしかないかな。地獄みたいでしたね。お、まだプラスに来たね。君はさすがですよ。お前もどっか行け。お、直してごらん。ほら、さあ一旦弓にね変えていきます。沼田の方もたまり次第ね変えていきますが、新しい建物が使えるんじゃないかな。おば出た。天井を減らせ、天井をマナを許すな、マナを。住民を攻撃しているいやー、もういいや、辛すぎますね。どうしよっかな。右側ならいいか。真ん中に多分寄ってくるか。右側に行こう。あいつしかいないんだら多分大丈夫ですね。足りるかな。食料12しかないよ。ああ、まあ大丈夫か。多分使いすぎたんだね。マナも貯めないといけないんだけどな。ちょっと作りますか。君でいいや。じゃあマナが一人だ。資源系がいないんでね、ちょっと辛いな。君はコバルト、石、食料、食料、2人上送ろう。1人か、1人上送って進めよう。多分大丈夫だね、離れても。エルフ作りすぎましたね、エルフアーチャーを。できてる、それ。できてないよね。やっぱ使い捨てなんだ。死ぬまでそれやるどうしようかな。まだいるね。まあ一旦詰めよう。で、魔法使いまだ増やすんで、待ちかな。まだ使っちゃいましたけどね。ちょっと一人入れとこう。祈れ祈れ。誰か入れないかな。グリフィンどう。グリフィン無理か。入れないね。まあ上によ。餌と思えばね、グリフィンの餌と思えば別に高くないだろう。そしてこれだ、これ新しいものまだいりますけど、トレード取引っぽいんですよね。デコレーション変えるよと。まあ軍はここで強化できたんで、まあ、軍系の建物はなしとなってますよね。で弓に関して多分このハンターズアローがそうだと思うんですが、マナがねないと使ってないですね。エクストラマナで多分増えると思いますが、これもっと欲しいな。よし、来ないね。右行け、もっともっと。ここら辺から湧いてくる分にはもう一緒よ。下レベル3ね。右に行くしかないか。この左はちょっと危険すぎるね。めんどくさいしねいやー、これどうだろうな。弓増えたから、増えたことが怖いかもしれないね。何重かかるんだろう。変えときたいな。よし、増やしましょう。10か。まあ、一気に変えたからなくなってるんだよね、職員が。うん、まあまあ、食料このまま取りましょうか。ちょっと右行ってもらおう。まあ、その時間までにね。20貯まればいいかなと。あんまり増えてないな。あと1人絶対欲しいよね。これ多分いらないね。そしてまあ一応ここは残そうか。壊したね。ヘルスか。
ヘルスね。地下行こうか。いい仕事があるんだ。地下に行こう。地下でお祈りしてもらおうかな。君たちは意味なさそうだね。まだ10か。たまんないもんだね。まだ多分1回あたりが長いんだろうね。人海戦術ですよね。まだまだ行くと。よし、どんどん。この間にもね、右に行き続けよう。下に何か来たら一掃されますけど。多分大丈夫でしょ。お、来た来た。どうなるそれ。グルフィン、グルフィン、グルフィン。グルフィンの守備範囲。まあ、ちょうどいい感じじゃない？グルフィン。あ、12キルしてるね。ダメージが多分1上がってます。5から10だったと思うんで、6から11と。足りんけどね、全然。来たよ。デーモンが来ます。まあ、新しいデッキ来たらね、通知されるんで。それ待ちましょう。よし。ニュードルイド。お前らもいいよ。まだないんじゃないかな。お、ダメージきたね。弓にするか。ただ魔法使いの時代が多分終わるというか、ちょっとゲーム中にすると思うんで、魔法使いで削りながらもっと撃てと、そういうことだと思うんでね。君はノーパーク、よし、前だな、前。これ一応1個作ろうかな。ハルバードみたいな。食料32か。一生ないですね。まあ、都度使ってますから。あ、これ来たんじゃない？これかな？バーニングアーマー。バーニングアーマーって言うんですか？バーニングアーマーっぽいね。バーニングあってると思いますけど。これは。アーマーが20あるのか。だるいですね。これちょっとだるいな。あ、撃ってる撃ってる。いけ、グリフィン。もうちょっと欲しいね。まだ20あるんで、ちょっとね、いい人来たら入れたいなと。空は増えてない感じだね。よし、ナイスナイス。うわ、今か。ナイスナイス。右側問題ないね。よし、来た来た来た。お、 100% モアダメージ上昇。前はドルイドにしよう。ドルイドじゃないけど別に。弓にしとくか。今はあるんでね、全然使っちゃっていいんですけど。弓にしよう。バランス多分重要なんですよね。食料がたまんない、全然。一応ね、一応たまってるんですけど、すべて使う。コントロール1かな。よし、1で魔法使い使えるんで、まあ、狙い絞ろうじゃないかと。で、罠が重要なんで、一旦使っちゃいます。ここで止めたいなと。まあ、これも止まりますけど、何回止めれるか、止めれる前に殺すかみたいな。なんか実績来ましたね。これめちゃくちゃ難しいんじゃないかこの DLC。4日目でまだ。何をそう焦ってるんだろう。来やがったね。一応頼む、グリフィン。いや、まだ早いかな。ちょっと上空で敵を削らないと危ないんじゃないかなと。ちょっと前見にいよ。下には行かないようにね、とはいえ。
なんか食料なくなって死ぬんじゃないかな。その可能性ある。頑張れ。今別にどうでもいいかもしれない。まあ火力は上がってるよね、明らかに。まあこのバーリングアーマー次第よ、ゲームは。まだいるな。下からも来た、援軍が来た、援軍が。ちょっと今やめとこう、多分かぶんないと思いますけど、まあ、大丈夫か。よし、ザルですね。新入り来ない、新入り。夜来ないか。爆発すんのかな、あいつって。あ、あれ放ってくるのか。あれが何か知らないですけど、あれマナをバーニングしてってことかな、もしかして。てててててて、勝ったマジで。さっきバスは瞬殺になったね。弓とか、まあ、通ってないから、どんだけ削れるか勝負で、今こいつになるとかなり削れるんで大丈夫と。よし、これいくか。どう、弓強くなるっぽいんだけど。いいね、いいね。一旦の無双来ましたね。ポーションが楽しみだね。お前らまあいけねえでいいか。新入り来てますけど、まあまあまあいいです。いや、いいね、いいね。弓にしてよかったね。左上リスク背負ってますけど、食料っていうね。オッケー。爆発するアーマーってことだな。いや、リビングアーマーが生きてるアーマーみたいなことだとしたら、あいつは爆発するアーマーってことですよね。攻撃、あれ、あ、死んじゃったか。攻撃結構遠いな。もうちょい前出るか。ブルって。いいね。まだ遅いね、あいつ。あいつ遅いんだな。昨日もなんか終わった後で来たんで、勘弁ですよ。いらないね、二人ともいらない。君はいらん。ノーパーク、うち厳しいんです。あ、下、下から来た。援軍だ、援軍。ちょい前でキルできんね。17キルか。これは怖いよね。グリフィン体力100って言っても、まあ、うちのドルイード高ければ80あるんで、そんなに変わらないよね。よし、祈ってこよう。この段階で祈り始めると、さあ、なんとか、まあ、なんとか、なんとかどこじゃないね。余裕ですね。かなりいい感じに済みました。まあレベルが上がってね、軍が強化されました。まあ、地下取ったときに結構危機こそありましたが、あ、こいついらないな、別に。ちょっと前送るわ。まあ、軍の進化に意味がありまして、防げてます。まあ、残りの槍ですね。君じゃないか。こいつらを一旦下に置いといて、まあ、弓を中心とした部隊作りでいきましょう。近接ちょっと一人だけ置いてみようじゃないかと。まあ敵を止めれたりはしないと思いますが。ん？あ、壊したんだね。自分で壊してるんだから通知いらないと思うんですけど。さあ、ポーション拾ったね、多分2つか。体力アップね。グリフィンにあげたいけどな、体力で言うと。誰でもいいね、じゃあ。いらないか。いらない。置いときましょう。売れないかな。アーマーくんか。お前をじゃあ変えてもいいけどね。2アーマーでやる？近接にするか。で、遅いって殺されそうなんですよね。引かないと。
よし、どうしよう、引かないくん。ただ敵の攻撃を受けると。一応見とくか。ムーンスピアね、ムーンスピア。え、ムーンスピアってさ、あ、違うか。グレイビブレードって言うんですか。グレイブブレードかな、グレイビブレード。さあ、地下結構まだありましたね。これ助かります。まあ、下もどんどん掘れるし。まあ、ありますけどね。もろもろ。まあ、昨日小畑にでもしようじゃないかと。で、まあ、新しい建物が、まあ、この感じならいけると思うんで、それもやろうかなと。で、食料が余ればね、この、不要な州たちも変えていこうじゃないかと。よし、移動速度速いか。その勢いを生かしてね、前に行ってもらおう。来たね。これはもうどう考えても前衛だね。アーマー7、HP60 か。まあ、この辺に置いとくか。遠距離じゃないよね、絶対に。さあ、とりあえずここにしましょう。